こんにちは、車が大好き、セイです。さて、先日チューニングショップファクトリードイが手掛けたチューンド S660、 この車をじっくりと試乗させていただきました。そしてそこから見えてきたのが、かなりのハイパフォーマンスな車なんですが、決して競技でタイムを競うためのものではなく、あくまでも峠で一つ一つのコーナーを気持ちよく駆け抜けていく、そして車の操作一つ一つを楽しむ、そこに主眼を置いて仕上げられた車だということでした。そこで今回はまず車のチューニングの内容を紹介して、その後試乗レビューをすることで、じっくりとこの車の魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思います。では行ってみましょう。なお今回の動画では、大分市に今日構えるチューニングショップファクトリードイの協力で撮影させていただきました。こちらのお店では、新旧コペン、 S660、 S2000、 シビックタイプ R と、気持ちのいい走りをする車やバイクのみを取り扱うというこだわりのお店となっています。またショールームの内覧も可能となっていますが、オーナーさんはかなり忙しい方なので、事前に連絡を入れてから伺うようにしましょう。ではまずは外装から見ていきましょう。ご覧のようにさまざまなパーツが交換あるいは装着されているので、上から順番に見ていきたいと思います。まずはルーフですね。ノーマルのホロでできたソフトトップから FRP 製のハードトップへと交換されています。単純に重量だけを見ると、ホロの 8kg から 12kg と少し重くなるんですが、断熱性、静粛性、安全性が向上します。その他ヘッドクリアランスも広がるので、大柄な人が乗った時も頭上に余裕が生まれるんですね。ちなみにこのハードトップは無限から販売されているものでして、納期も価格もかなりのものではあるんですが、その分加工精度は見事なものですね。雨漏りなどの心配は全くないそうです。こちらはボンネットですね。カーボン製のダクト付きのものとなっています。こうすることで車体の高い部分の重量を減らして重心を下げ、かつラジエーターから出た熱を効率よく排熱できるようになっているんですね。メーカーはエアロワークス。エンジンフードもエアロワークスのもので、ダクト付きのカーボン製となっています。ちなみにこの S660 の後ろ姿、個人的にすごい好きなんですよね。いかにもここにエンジンが詰まってますっていう感じのこの盛り上がり、これだけでワクワクしてきます。中央部分にはより大型化されたダクトが備わってますね。これによってエンジンルーム内の熱をより効率よく排熱してくれます。こちらは純正パーツとなるんですが、アクティブスポイラーと呼ばれる部品ですね。時速70キロを超えるか、あるいは運転席のスイッチを操作することで、このスポイラーが上にせり上がってくるんですね。こうすることで高速走行時の安定性を良くしてくれるというものなんですが、そういった空力効果の話を抜きにしても、こういったギミック私個人的に大好きですね。そして車体の下の部分にはアンダースポイラーが備わっています。フロント、サイド、リア、それに合わせてフロントグリルも交換されています。より引き締まった精悍なスタイルになりますよね。メーカーは無限ですね。では足回りも見ていきましょう。装着されるホイールはワークエモーションの T7R、 純正ホイールと同じサイズとなっています。装着されるタイヤはブリヂストンのポテンザ、アドレナリン。ブレーキもフロント側はすべてスプーン製へと交換されています。冷却効果を高めたベンチレーテッドディスクに、軽量、光合成、かつ耐久性も高いフルモノブロックの4ポットキャリパー、それに合わせて専用のブレーキパッドと、ダイレクトなフィーリングを実現してくれるステンメッシュのブレーキホースが備わっています。ローター表面に見えるスリットはファクトリードイが後から加工したものとなります。リアブレーキもフロントの制動力アップに合わせてブレーキパッドが交換されています。補足となりますが、スプーンからは
リアブレーキ用の台形ローターや大型キャリパーといったものは販売されていないんですね。おそらくリアはこれだけで十分ということでしょう。サスペンションは前後ともにレーシングギアから販売されている減衰力調整機能付きの車高調が備わっています。もちろんスタビライザーも前後ともにスプーン製の強化されたものが装着されています。補強パーツも見ていきましょう。まずフロント側、ボンネットを開けるとクスコのストラットタワーバーが見えますね。左右のストラットタワー、スプリングとダンパーの付け根となる部分、この左右を1本の棒でつなぐことで変形を抑えて、よりサスペンションにしっかりとした仕事をさせることができるんですね。エンジンルームのあるリア側にも同様のものが備わっています。またこのタワーバーはクイックリリース式となっているので、特別な工具なしで簡単に外してその下の荷室にアクセスできるようになっています。それにしてもこのバー軽いですね。手で持った時驚きました。そしてこの荷室を取り外すと、先ほど紹介したスプーン製のスタビライザーが見えますね。さらに隣にはステアリングギアボックスをしっかりと固定するためのステアリングスティフプレートという補強パーツが見えますね。一般的な車はステアリングギアボックスを4つのボルトでしっかり固定するんですが、 S660 の場合は左右1本ずつ2本のボルトで固定してるだけなんですね。そのためちょっと剛性不足となっていて、頼りないステアリングフィールとなって修正打がちょっと多くなるんですね。そこでこの締結部をがっちりと固定して、さらにスプーンご自慢のリジカラというパーツも付け加えることで、しっかり感のある修正打も少ない、さらには上質なフィーリングまで得られるようになってるんですね。小さなパーツで大きな効果、こういうの私大好きです。と、補強パーツは以上となります。思ったより少ないなって思ったんですが、オーナーさんに聞いてみると、ストリートで走るにはこれで十分なんだそうです。というのも S660 という車はもともとオープンボディを前提として作られた専用設計の車なので、サイドシルなんかも断面ががっつりでかいものとなってるんですね。その上二重断面にしてさらに剛性が上げてあります。センタートンネルも同様にすごく背の高いものになっていて、内部は二重構造にすることでより強度を出す、そういった過去に S2000 を作るときに培われたオープンボディを作るためのノウハウ、そういったものが活かされてるんですね。 S という名前がついてるのは伊達じゃないなと思わされますね。ではこのまま車内も見ていきましょう。まずシートですが、こちらはブリットのジータというシリーズのフルバケットシートとなります。日本人の体型に合わせたシートデザインで、かつハンドルセンターとシートセンターをきっちり合わせる、そういった作りが特徴となっています。またシートの座面が思いっきり低くなったことで、ルーフが視界を遮らなくなって、逆に周囲が見渡しやすくなりましたね。特に停止線ギリギリに止まった時の信号の見やすさ、これが格段に向上しました。シフトレバーも無限のクイックシフターへと変更されています。これが剛性感が上がって、すごいかっちりとした節度感のある動きになっていて、かつ吸い込まれるようにスコーンスコーンと入るのがすごく気持ちよかったですね。では最後にエンジンルームを見ていきましょう。ご覧のように広い範囲にわたっていろいろと手が入っています。では吸気系から順番に見ていきましょう。まず吸気口ですが、ノーマルの場合はご覧のようにエンジンルーム内についているので、エンジンルームで熱せられたあったかい空気が入る状態となっているんですね。なのでそれを避けるためにパイプをつけて、下の方についているサイドのダクト、ここから直接冷たい空気を取り込むようになっています。こうすることでシリンダー内への混合気の充填効率が上がるんですね。純正形状のスポーツエアフィルターを通った空気は台形化されたパイプを通って、途中のタービンで空気を圧縮されます。このタービンもポート加工されていて、
よりたくさんの空気を送れるようになっているんですね。そして圧縮された空気は反対側の大容量インタークーラーへと届きます。この赤いカバーの下ですね。断熱圧縮で温度の上がった空気をここでしっかりと冷やすことでエンジンへの充填効率を上げるんですね。そしてこのインタークーラーを冷やすための空気は通常は助手席横のダクトから吸い込まれるんですが、これだけでは冷却力が追いつかないので、もう一つパイプを伸ばして下側のダクトから空気を直接取り込むようになっています。そしてここでしっかりと冷やされた空気は台形化されたスロットルボディを通ってエンジンの方へと供給されるんですね。そして燃焼後のガスはスプーン製のマフラーを通って排気されていきます。その他 ECU もスポーツ ECU へと交換されていて、ラジエーターもノーマルの 0.7 リッターに対して約 2.2 リッターという大容量のものへと交換されています。こうすることでノーマルよりもたくさん出るようになった熱をしっかりと排熱してくれるんですね。その他にもサーモスタットやスパークプラグ、ブローオフバルブなどなど細々とした部品もいろいろと交換されているんですが、そういったものは動画の概要欄にまとめて記載しておくので、こちらでは省略しておきたいと思います。ではチューンナップ内容の紹介はそろそろ終わりにして、いよいよ試乗レビューの方に移りたいと思います。予想外に、予想以上にこれシート低くて、しかも腰の部分狭いですね。まるでレーシングカーですね。すごっ。これはもう快適なドライブを楽しむではなく、完全に走るための車って感じですね。うわは、これは身が引き締まる。はい、じゃあミラーもこれで OK。 さて、今回試乗させていただく S660 チューンナップ済みの車ですね。ノーマルの S660 に乗ったことがないので、ノーマルとの比較はできないんですが、チューンアップするとここまで走りが良くなるということが少しでもお伝えできればと思います。では出発します。うわー、緊張するな。あ、でもこれ結構足、膝元広いですね。膝前か、フルバケでこの着座位置が低くなってるおかげで膝前が低いです。そしてトランスミッションが近い。あ、これ操作しやすいな。では出発します。おお、なんかもうトルクがすごい、エンジン音もすごい。おおほほほ、エンジン音がすごい。そしてこれトランスミッションがめちゃくちゃ気持ちいいですね。シフトストロークがめちゃくちゃ短い上に、あとスコンスコン入りますね。一般的なマニュアルの車でありがちな、こうシフトを入れる時の引っかかり感、ちょっとカクッと引っかかるような感じ、そういったのが全然ないですね。いや、もうなんかいろいろすごくて、ちょっと情報量が多すぎてちょっと頭が追いついていけません。ちょっとファーストインプレッションしたくても、何がどういいのか、もう何もかもがなんか今まで乗った車と違いすぎて、ちょっとうまくレビューできません。と、このように何もかもが今まで私が乗ったことのある車とは全然違ったんですね。何せメーカー純正の車はたとえスポーツカーであっても万人向けとして作られるんですね。運転がものすごく上手い人から運転が慣れていない人まで、誰でも同じように扱えるように、それがメーカー純正の車のコンセプトとなってるんですが、この車はむしろ車内に響いてくる騒音、
これもその気になれる。そしてシートやハンドル、ブレーキペダルから伝わってくるロードインフォメーション、それを逐一感じ取りながら車を的確に操作してコーナーを抜けていく、そういったことが大好きといった人たちに向けて仕上げられた車なんですね。なのでしばらく乗り続けていくと、どんどんこの車に乗るのが楽しくなっていったんですが、正直なところ最初に乗り始めた時の感想は怖ーだったんですね。何せターボ車とは思えないほどトルクがすぐに立ち上がるんですよね。アクセルをちょっと踏んだだけでぐわっと加速するし、コーナーも普通にゆっくり丁寧に曲がってるつもりなんですが、ハンドルを切った瞬間ですね、普通の車ならそこからちょっとロールがあって少し間を置いてから曲がり始める、このわずかなラグがあるんですが、それが全くなくって、ハンドルとタイヤと路面が全部つながってるんじゃないかみたいな勢いでギュワンって曲がるんですね。感覚としてはジェットコースターでカーブに入った瞬間いきなりカクーンって曲がるみたいな、そんな感覚ですかね。なので私本当にゆっくり走ってるんですけど、スリップするんじゃないかってヒヤヒヤしてたほどでした。なので正直これ30分も乗ったら疲れ果てて、もういいやってなるだろうなって最初は思ったんですね。ただこの怖いなって感じていたのは車に慣れるまでの間の話でしたね。しばらく乗り続けてこの車のフィーリングに慣れてくると、実は安全に走れる車なんだなというのが分かってきたんですね。ではここからはなぜそう思ったのかについて詳しくお話ししていきましょう。さてこのチューンド S660、速く走ることに意義がある、そんな感じのパーツがてんこ盛りで、私も速く走らせなければこの車の進化はわからないだろう、しかも結構扱いづらいんだけどそれを乗りこなして速く走るのが楽しい、そんな車なんだろうという先入観がありました。ただ実際にはですね、すごく扱いやすいんですね。先ほどファーストインプレッションでも一つ一つの操作に対する反応がクイックで最初怖いって感じてたんですが、単に反応が早いというだけであって、ちょっとした操作の変化で車の姿勢が崩れてそこで破綻するというわけではないんですね。あくまでも自分が操作したいと思った分だけ動いてくれる、要は自分の手足の延長線上にあるかのような感覚なんですね。これは何か他のものに例えるなら、今まで乗ったことがあるノーマルのスポーツカーは手袋をはめた状態で鉛筆を握って何か文字を書いている、そんな状態ですかね。指と鉛筆の間に布と綿が挟まってるわけですから、鉛筆から伝わってくる微妙な感触の変化、これが分かりにくいですし、逆に指の細かな動きが鉛筆に伝わりにくいですよね。これがノーマルの状態だとするなら、チューンド S660 は素手で鉛筆を握って何か文字を書いてる状態、これぐらいのダイレクト感があると感じるんですね。結構鉛筆越しに細かな感触って伝わってきますよね。例えば下敷きにちょっとした傷が入っていたら、その傷の上を通る時のわずかな段差の変化、あるいは表面がガビガビした机の上で物を描いたら、そのガビガビした表面の感覚が伝わってくる、そういったダイレクト感があるんですね。ハンドル、アクセル、ブレーキ、クラッチ、トランスミッション、そしてシートの全てからこのダイレクト感を感じることができるんですね。もしもこれらのうち一つでもそのダイレクト感が感じられないふにゃっとした感触のものがあったなら、こうも気持ちいいドライブフィーリングは得られなかったと思います。一つ一つの操作について話していくなら、例えばストレートな道を普通に運転しているだけで、今まで凹凸とも感じてなかったような細かな路面の凹凸、それらすべてを拾って突き上げが来るんですね。でもその時タイヤが跳ねて接地感がなくなるということがなく、ものすごくいい追従性でベタッとタイヤが地面に張り付いてる感覚なんですね。なので路面の状況がすごくよく体に伝わってきます。なのでこの突き上げが全然不快に感じないんですよね。
これもとても不思議な感覚でした。そしてコーナーに進入する際のブレーキング、これ自体もまた気持ちがいいんですよね。まずブレーキの効き始め、この時パッドとローターが今当たったっていうのがブレーキペダル越しに伝わってくるんですね。なので効き始めが分かりやすい上にブレーキパッドとローターが擦れ合ってる感触も伝わってくるので、ブレーキの状態が分かりやすいんですよね。ブレーキペダルの感触もカチッとしたものなんですね。一般的なブレーキはそのペダルを奥に踏み込む量でその制動力を調整するといった感覚なんですが、この車のブレーキペダルはほとんど奥に入っていきません。その代わりブレーキペダルを踏みつける強さで制動力を調整するという感じなんですね。そのため足首の角度がほとんど変わらないので、これがまたブレーキの調整がしやすい理由の一つかなと思います。そして減速が終わったら今度はシフトダウン。一般的なシフトレバーの動きといえば、次のポジションに入れる前に一瞬ちょっと引っかかり感があるんですよね。その後ぬこって感じで入っていく。それがこの車の場合は一切の引っかかり感なく、カコカコって気持ちよく素早く入っていくんですね。吸い込まれるような感覚ってこういうことを言うんだなって感じで、すごい気持ちよかったです。そして減速が終わったらいよいよコーナリングですね。この時ハンドルの操作に対してそのままダイレクトに向きが変わっていってくれるという感覚で、冒頭ではこの感覚が怖いとお話ししましたが、慣れてくると自分の手の延長線上にすでに路面があるかのような感覚で、思ったように動いてくれるという感覚があるんですね。しかも結構勾配の急な下り坂のつづら折りになっているような場所、そういったところでも普段と全く変わらない感覚でぐいっと曲がってくれるんですね。例えば私が乗ってるコペンのような FF の車だと、やっぱりちょっと外側に膨らむなっていう感覚があるんですね。別に激しく外にずれていくっていうことはないんですが、自分がこれぐらいかなってハンドル切った分よりも外側に少し出ていく感覚があって、もうちょっとハンドルを切り増しする、そういった感覚があったのがこの S660 の場合は、平坦な道を走っている時と変わらないかのように内側にスイッと入っていくんですね。そしてコーナー出口での加速、この時もまるで NA エンジンかのように素早い反応で加速が始まってくれるんですね。なのでターボ車特有のトルクが出始めるまでアクセルをつい深めに踏み込んでしまいやすいといったことがなくなって、滑らかに綺麗に加速してくれるので、別に思いっきり踏み込んですごい加速をしなくても気持ちがいいんですよね。この感覚、他に例えるならポテトチップスの袋に当てはまるんじゃないでしょうか。あれってたまに口の部分ののり付けがめちゃくちゃ強いやつってありますよね。でまだ力のない子供が一生懸命思いっきり力を入れてグイーって引っ張ると、今度パーンって開いて中身が飛び散っちゃうなんてことがありますが、大人の腕力ならそういったのり付けの強いタイプでもゆっくりじわっと開けることができる、この余裕があるからこそ気持ちよく走れるんじゃないかと思いました。さて、この車 S660 をドライブしてもう2時間近く経つんですが、意外と疲れませんね。このシートもタイトでやっぱりすごい窮屈で、しかも固めの足回りで、やっぱりこれは長距離ドライブを楽しむための車じゃなく、純粋に本気で走りを楽しむための、操ることを楽しむ車だなって思ってたんですが、意外や意外疲れません。もちろんシート窮屈だし、こう背もたれもすごく立ってるので結構お腹周り圧迫されるような感覚があるんですが、でもこうずっと車乗ってて疲れたって感じがしないんですね。頭がぼーっとしてくるだとか肩が凝るとかが意外なほどに全然ありません。そしてだいぶ運転に慣れてきたおかげで、なんかもっとコーナーを抜けたいという気持ちになってきました。
乗り始めの時もうおっかなびっくりだったんですが、あまりにも情報量が多すぎて、もう 何をどっから見ていけばいいのか全然頭が追いつかないという感じだったんですが、今は楽しいですね。もっと走りたいという気持ちになってます。わあ、なんならこの車で片道3時間ぐらいのドライブに出かけたいですね。それこそ大観峰まで行ったら気分いいでしょうね。私はどちらかというと長距離運転で休憩がこまめに必要になるタイプなんですね。運転に慣れた車であれば2時間、慣れていない車だったら1時間ごとにそれぐらいで休憩しないとちょっと頭が疲れたなって感覚になるんですね。それがこの車、意外や意外、2時間乗っててもなんか全然平気、頭が冴え渡ってたんですよね。これはおそらくなんですが、全てがダイレクト、しかも自分の思った通りに動いてくれるということから、余計な神経を張り詰めずに乗ることができたんじゃないかなと思います。さて、ここまでこのファクトリー土井が手掛けたチューンド S660 をじっくりと試乗させていただきましたが、まとめとしましては、エンジンパワーもかなり上げてある車なんですが、エンジンのパワーを使い切るために強化された足回りがあるのではなく、コーナリングを気持ちよく走り抜けるために余裕のあるパワーを持たせている、そういったアプローチで仕上げられた車なんだなと感じました。そしてこういった気持ちのいい走りを実現するには、ステアリング、スロットル、ブレーキ、クラッチ、トランスミッションやボディの剛性などなど、全ての項目のバランスが大事なんだなと感じました。きっと何か一つが突出していたり、あるいは極端に足りなかったりしたら、この気持ちよさはきっと失われるでしょうからね。私自身本当に勉強になりました。今後の私のコペンのカスタムの方向性、これを決めるための大きな参考にもなりました。さて、今回の動画は以上で終わりとなりますが、いかがでしたでしょうか。今後もいろんな車のレビュー動画や DIY、そしてドライブ動画などなど、いろんな動画を投稿していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。